サウスシェトランド諸島と南極半島の位置関係サウスシェトランド諸島と南極半島サウスシェトランド諸島は南極海にある諸島である。南極半島からブランスフィールド海峡を隔てた沖にあり、南位61度00分から63度37分、西形53度83分から62度83分の範囲に位置する。総面積は3687。 平方キロメートルであり、八十パーセントから九十パーセントは氷河に覆われている。最高地点は、スミス島にある標高二千百五メートルのホスター山である。この諸島は、イギリス人の探検家、ウィリアム・スミスが千八百十九年二月十九日に発見し、イギリス領と宣言した。そして同じ年の十月十六日には、この諸島で最大の島であるキング・ジョージ島に、 上陸したこの諸島については、他にアルゼンチンとチリが領有権を主張しているが、南極条約により領有権は凍結されている。19世紀から20世紀諸島にかけて、この諸島では、アザラシ狩りや捕鯨が行われた。南極地域の中では最も北方にあるため、観測基地の設置条件が良く、複数の国家が観測基地を設置している。 夏季にはこの諸島を訪れるツアーがある。ありがとうございます。